はーい、たっちゃんもいいよ。近い近いよ。まあ、じゃあめっちゃ笑ってる。まだ3人ともパジャマなんだけど、今日はパパの試合の前日です。イエーイ。なので、あの、今日は私一人でこの2人と大荷物を持って大阪に向かいます。で、その様子を動画に残していきます。これほど一人は大変なんだよって。おい、見てるか旦那。どんどん浮気が、浮気が、今日はね、浮気はちょっと最近なんか控えめらしいから。あずちゃん、パパね、あずちゃんでしょ。あずちゃんはだって。ではその様子をどうぞ。はい、準備ができて、今から東京駅に向かいます。やばい、荷物が手伝ってくれてる。家出する気分だね。さっちゃん大変だね。うん、あの男は飲んだら残ってんの。パパは今計量してる。向かうよ。6時8分、大阪のホテルに着きました。無事到着。あの、東京駅で自分の親、お母さんと妹と合流して、新幹線の中だけは一緒にいたんだけど、とりあえず新大阪着いて電車でホテルに来ようかなって思ったんだけども、マジで自分家から東京駅に行くまでのキャリーバッグを持ち、ベビーカーを押し、あのタッチャンに誘導をしっていうことをしてたら、もう無理すぎて、いや、一人でね、遠出してるお父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、マジ尊敬しました。とりあえず今日はで、やっとね、明日試合を迎えられるっていうことがもう嬉しすぎて、やっと解放されるから、自分のフルワンオペっていうものから。あの、こう文句を言いながらでも、まあ旦那は旦那なりにこう役立ってる面が今回見つかったので、それは本当良かったなって感じ、家庭面ではね。で、アベマでね、こう前日の記者会見みたいな、こう一言を選手からみたいなのを放送してて、ちょうど新幹線に乗ってたから見てたんだけど、なんか6っていう数字が悪魔の数字とかって言ってて、旦那が。で、だからなんか、まあ、その6ラウンド目を見てくださいみたいな、ああでもないこうでもないみたいなことを言ってたんだけど、まず日々こう注意してるもうくちゃらをマジやめろって思ったのと、なんかね、マジ6って数字を悪魔の日とかって言ってるけど、なんかたまたまどっか旅行行った時に旦那が占いに行ったのね。で、うちらがもともと入籍する日が良くないみたいなことを占いの人に言われて、で、占いの人が6か9を数字に入れた方がいいって言われて、だから入籍する日6か9がつく日にしようみたいなことを言われて、まあ、結局令和3年3月3日っていう、もう全然全く関係ない数字だったんだけど、入籍したのはね。花さ、悪魔の日にさ入籍させられそうになってたんだけど、でもそれも今日アベマのさ記者会見見ながら、え、こいつ本当正気の沙汰って思って、まあ、全然試合と関係ないんだけどね、そう思いました私は。まあね、明日ね、たっちゃんね、たっちゃんもいて、今まーちゃんは寝てるんだけど、楽しみだね試合。本当待ちに待ってて、まあ、こう怪我なく
終わってくれればいいなって、まあ、今日はもう全然面白いことも言えないし、逆にふざけたらなんかあれかなって思ってできないんだけど、そう、まあこうとりあえずどれだけしんどかったかっていうのを YouTube に残そうって思って撮っただけだから、つまんなくてごめんなさい。では本日もお疲れ様でした。お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん、おじさん、おばちゃん、お兄ちゃん、明日試合勝てますように。